to your toes. そう、そう。Touch your head. 頭を触る。Touch your toes. 足を触る。足触るときできたら、フレキシブルになるために、このまま足伸ばしながらタッチします。できる人はやってみてね。ここにルールを加えました。アンナ says、アンナ先生です。アンナ says touch your head って言ったら頭触っていい。アンナ said touch your toes って言ったら足を触ります。でも、アンナ says って言わないで touch your head って言った場合、触らない。アンナ says って言わないで足を触って touch your toes だけ言ったら触らないんです。ゲームでやっていきましょう。はい。Okay? もしお家でやる場合は、Mommy said or Daddy said、 ご自身がお子さんに自分の名前を言うときに何て言ってるかでいいです。自分がお母さんはねっていつもお話ししてる方は、Mom、Mommy says、 で、お父さんもね、パパはねって言ってる人は、Daddy says or Papa says、 それでやっていきましょう。じゃあ、Seika says touch your head。 OK! Touch your toes。 触らない。なぜなら Seika says と言ってないので足を触りませんでした。このゲーム、どんどん早くやっていくと楽しくなっていきます。フェイントをかけながら楽しんでやってみてください。サイモン・セイズのゲームでした。